コルンブレテス諸島、またはコルンブレッツ諸島は、地中海北西部のバレアレス海に浮かぶ、火山性の無人島4島を中心とする諸島。リベリア半島の 49km 沖合に位置し、スペインバレンシア州、カステリオン県カステリオンデラプラナに属する。首島であるグロッサ島コルンブレテス諸島の首島は、最北端にある面積0.14平方キロメートルグロッサ島であり、 その他には、ラフェレーラ島、ラフォラダーダ島、エルカラリョット島がある。この4島と、その他の小島を合わせた面積は0.19平方キロメートルであり、最高地点は、グロスサ島の標高67メートルの山である。この山の中央部は、クレーターとしてくぼんでおり、グロスサ島は、中央の入り江を囲むように、アルファベットの C 字型をしている。 グロッサ島には19世紀に建設された灯台があり、船が接岸できる桟橋、野生生物保護区で働く、生物学者が使用する職員宿舎があるが、その他に施設は存在しない。グロッサ島のクレーターグロッサ島を形作る、塩水型は1億年から3000年前までに4回の火山活動によって形成された。バレンシアトラフのリフトに関連する、 アルカリ性マグマ活動からなる。バレンシアトラフ沿岸の他地域では火山活動は過去1000万年間に遡り、軽くアルカリからアルカリシグネチャーの移行を示している。コルンブレテス諸島は古代からギリシア人やローマ人に知られていた。ストラボンやダイプリニウスなどの歴史家がこの諸島に生息するヘビの多さに言及しており、ギリシア語でヘビを意味するオフィッサ。 または、ラテン語で、ヘビを意味する、コリアブレリアと名付けられたことがそれを物語っている。現在の名称はこのラテン語に由来する。19世紀中頃には、グロッサ島に灯台が建設され、数人がグロッサ島に住み着いた。彼らは、灯台の維持や、諸島を避難地として使用する、密輸船の活動の抑制に役立った。入植前のグロッサ島には、草木が生い茂っていたが、 農地に用いるために焼かれたり、野生の鎖蛇の個体数を減らすために焼かれた。また豚などの家畜が持ち込まれ、農業と畜産業が組み合わされた。この焼きタの結果、19世紀末には蛇が絶滅した。マドリードのスペイン国立自然科学博物館にはコルンブレテス諸島に生息していた。 鎖蛇ヘビの剥製が展示されているが、諸島にこの種が豊富に生息していたことを示すのは、この展示物のみである。オードワンカモメ1988年にはコルンブレテス諸島が野生生物保護区に指定された。諸島は特定の海鳥の繁殖活動にとって最適な場所である。絶滅危惧種の純絶滅危惧に指定されているオードワンカモメのコロニーは、 この種にとって世界で最も重要なコロニーの一つであり、スペイン地中海沿岸でのこの種の継続的な回復の鍵である。またこの諸島は、スペインにおいてエレオノラハヤブサの安定した個体数を持つ住処である。春季と秋季の渡り鳥の時期には、この諸島は、スペイン地中海岸に沿って飛ぶ多くの種が休息のために短期間留まるためのとても重要な場所である。 その孤立性のために、小さなトカゲの固有種であるイベリアカベカのヘビの亜種、パターンシスイースパニーカアトレイカが生息している。植物では、ニワナズナという固有種の亜種も生育している。自然公園の地位が与えられた後、諸島から豚が根絶された。グロスサシマ大は自動化されて、東大守るが不要となり、人間の存在は公園の管理を担当する。 生物学者のみである。諸島の周囲の海域は水面下の水域として保護によって関連付けられている。この領域は400平方キロメートルの面積を持ち、海中の野生生物の重要なコミュニティが乱されずに栄えている。この領域は1990年に海洋保護区として保護された。ありがとうございます。